ビバリーヒルズさん30周年おめでとうございます。曽我康久です。昨年夏に、そちらに、初めてお邪魔いたしまして、その時いろいろと話が弾みまして、今年、ビバリーヒルズさんが30周年ということを聞きまして、僕も、ソロ活動実は今年20周年なので、お互いめでたいですねなんて話をしたのが本当去年、初めて出会った時だったんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。僕は今ちょうどレコーディングをしておりまして、この夏またツアーで、そちらに伺う時に、皆さんに聴いてもらおうと CD を作っております。今年はですね7月の31日にまたそちらの方に、お邪魔いたします。新しい音源を持っていきますのでぜひとも、聴きに来てください。よろしくお願いします。30周年本当に継続は力ということで、いろいろあったと思いますけれども30年はすごい素晴らしい。これからも素敵なライブハウスとして、奈良を盛り上げてください。それでは夏にお会いできるのを楽しみにしております。曽我康久でした。Sun